見る赤休み時間でございます。早く外に出ろ、ドッジボールを早いもん勝ちだぞ3個しかないぞということで、まあですノーです。あ、先生、授業ありがとうございましたということで。いや、今日もありがとうございました。今日は1月19日水曜みたいなことでね、前の日の夕方撮ってますけどもね、いやー、朝からテンションの上がるニュースがね、いやマジですごいな。竹も南野も昨日ありましたけども、今日はありましたけど、セルティックのね先生、いやー、ほんとよ。ねえ、大前、そして、ね。絵を旗手。旗手、ね。出口さんもデビューしたんでしょ、出口さんも出ました。これがまたね、大前さんはゴールいきなり決めちゃったし。ね、4分ってすごくないですか？ 4 分で決めちゃったんでしょ、で、旗手さんは何？マンオブザマッチ。M、ね。マンオブザマッチに選ばれちゃって。出口さんもね、見事着地に成功ってことでしょ、デビューってことでしょ、そういうことですよ。うまくいきすぎちゃってません、これ先生。すごすぎますね。リオ、リオ旗手って言われてたね。いや、言われてたね。R だからね。そうだね。L じゃない。L だと飯とかぶっちゃうから。確かにそう。リオって言われて、リオでジャネイロの方のね、あれにしたんでしょ、あれ。かっこいい。リオ旗手。すごいわ。内田リオちゃんと一緒ですね、だからね。ある種。いや、いいじゃないですか、先生。どう見ました？いやー、でも、まあ、大前さんに関して言えば、はい、なんか、セルティックの確かにユニフォームまとってるんで、まあ、セルティックだなとも思いながら見てみましたけど、なんか、マリノスで見ましたよね、あれね。あの形？あの形であのゴールって。なんか、呼び込み方も、早くパスよこせよ、決めるから、みたいな。すごいフリーになってた。あれ、どういう動きだったの、あれは。あれはもう、だから。スピードで入ってきたってことでしょ、ね。そうですね。やっぱ古橋くんとちょっと同じような感じというか。ああ、はいはいはい、はい。いい、よかったなと思いましたね。もう2週間ぐらいでフィットしちゃったんでしょ、ポステコさんが言ってたよ、フィットしちゃったね、彼らはね、なんつって。そうですね。まあ、彼とは仕事したことがあったんで、私はね、つって。彼は真面目。あったところじゃねえよ。彼は真面目だしね、一回海外行ったこともあるんだけど、ちょっと悔しくて帰ってきて、僕が目指してたから、もうすぐ欲しいなと思ってたの。だけど、J リーグってのはなんか途中で飛んだら大変なんだわ、つって。だから呼んじゃって、ほら、すごがんべって言ってた。すげえな、ポステグルーさん、栃木なまり、生得したんだ、マジ。違いましたっけ、あの人。いやー、ねえ。カヌマの出身じゃなかったし、あの人、違う。そうですか。あとはね、旗手くんもすごかったです。そのシュートにつながるパス、キーパスですよね。はいはいはい。もう3本出して、それがね、試合内トップでしょ？タッチ、オールタッチ数の動画見ちゃった、オールタッチ、ね。いやあ、すごいね。アグレッシブに縦縦でね、出してって、うん。で、取られたら自分で取りに行くのね。そうなんですよね。すごいよ。ね、旗手くんは、ちょっと海外の方がより向いてるかもしれないですね。あんなプレイヤーだったっけなみたいな動きいっぱいしてたよね、やっぱね。なんか、ほら、まあさ、決まり事がいっぱいあったからね、フロンターレ。まあね。あと、フロンターレの時だと、はい、ちょっと他に我々としても、ほら、目行きがちな選手何人かいたじゃないですか。ああ、そうなんで、海外行くと急にうまく見えんのって、それなのかな、かもしれないですね。一人を見るようになるってことだよね、我らが。日本人ということでね。あと、やっぱりこの日、両ウィングに入ってたフォレストって、はい、君とあとアバダ君って両ウィンガーいるんですけど、が外開きがちな日でもあったので、森君とアバダ君ね、森君ね、だから旗手君が中入っていきやすいような形でもあったなとも思うから、フラク君が、フラク君、もう分かんなくなって、手はどこ行った手は、いやそうなのよねってのもありましたわねと。うまくいくといいですね、うん、またね。いや、ほんとそうですね。楽しくなりますわね。こんなことなかったでしょ。ちょっと、でも、あと、幸せですよね。鎌田、長谷部の時はちょっとワクワクしましてね、二人だっつって。確かに、ね。まあ、新庄トレーディングはちょっと置いといて、また別ですから。だから、三人以上いるのはあれですよね。はい。ポルティモネンセか、あとは、清武、ホタル、ヒロキのハノーファー。あ、いたね。あったね。うん、ああ、そうか。多分それぐらいじゃないかなと思います。リーグの中で優勝を狙うようなチームなわけじゃん。うん、それがまたテンション上がるわね。うん。ああ。それまい。まあまあ、ブンデスとスコットランドで、ブンデスのレベル高いんじゃないのって言われたらそうですけど、うん、ええー。
いや、でもセルティックはいいチームですもんね。そうなんですよね。実はというか、これ違う動画でも話したことはミルワカのね。俊介行かないかな。サックさんに紛れてというかね、もう一回。ねえ、うん、そうなんですよ。うん、今、いわゆる、なんとなくですけど、はい、なんかセルティックのこの、本場のサポーターの皆さんにも、こう、日本人たくさん行ってるのも結構歓迎されてる感あるじゃないですか。はい、はい、はいはいはい。でも、ある意味なんでっていうところで言うと、うん、本当は古橋くんって、ライバルいたんです。うん。偽薬マキスっていう。偽薬マキス、うん、薬巻きそうな、悪い薬巻きそうな。やめてやめてやめて。偽薬巻きそう。前年、前のシーズン、オランダリーグ得点王も、実はこのセルティックに来てたんです。それが偽薬巻きす。フェンロから来たんですよ。それに勝ったわけ？はい。フェンロから来た。そう。で、そしてこのたった1試合。フェンロ、フェンロ。優勝した時の本田圭佑。そうそうそう。で、なんとたった1試合で、大前も抜いたっていうね。ギアクマキスよ。まだいるんですか、ギアクマキス。いますいます。いやー、もう歯ぎしりしてるでしょうね。でしょうね。これはやべえぞって。もうあれ、家帰って味噌汁作って器具でかき混ぜてるでしょうね。悔しくてね。私オランダ大好きですから。いやいや、詳しいんですね。っていうのがね、あったから、別にヨーロッパから高い出し買わなくても、日本にすげえのいっぱいいんじゃねえかっていうふうに今ちょっとなってるよって。ありがとう、ポステコさん紹介してくれて。そうね。ね、嬉しい。これは、やっぱりね、日本が輸出産業が盛んになっていくってことでしょ、うん、そういうことですね。要は有名レストランが日本の食材使ってくれて、ブレイクしてるってことですよね。うん、料理長に感謝でさあな。いや、ありがとうございますですわ。はあ、大前なんてやっぱかっこいいんじゃない、向こうの人から見たら。あれでしょ、侍って。今までなんか雰囲気で侍、侍言ってきたけど、いや、本当の来たって思ってんじゃない？黒沢の映画に出てたんじゃないか、あの子はってね。言われるだろうな。言われるでしょうね。白黒だからちょっとわかんないけど、出てたよ。これやつってね。やっぱりね。そしてあとね、まあちょうどこれ、海外の話もしたけど、あと代表の話っていうことで。はい。つながる話ね。そうそう、代表のね、始まりましては、まあ合宿もっていうところで。で、どうやらね、緊張してる人がいるみたいですよ、やっぱり。代表合宿場で？うん。合宿で？それがね、はい。やっぱ、チェイス・アンディさん。ああ、緊張してんだ、やっぱり。まあ、そりゃそうです。だって、一人高校3年生ですからね。うん。へぇー。そこ今取り持ってるのが、なんか、稲垣翔さんっていうね、なんか記事が出てました。ああ、そうなんですか。そうそう。これ、どういうつながりですか？いや、つながり特にないんだけれども、なんか緊張してるようだったから、やっぱ自分もそれなんか、あれじゃないですか、稲垣選手って。いいんだ、いいんだよ。ミドルシュート打ったらいいんだよ。低いミドルシュート打ったらいいんだよ、入るからって。いやー、先輩みたいなの入んないですよ。だから入るから。言ってんのかな。言ってるかもしれないですね。優しいんだね。ねえ。で、タイプって、初代表なのに初代表じゃなく、ちょっと見られてる人もいるみたいで。なんですか？大輝松岡。大輝松岡。なんか戦術練習のど真ん中にいました。さすがだね。やっぱあの年で清水の真ん中にすぐなっちゃったもんね。すごいね。指示してたもんね。うん、まあ、伊達に高校2年生でもう教え出てたわけないする年でね。いいよな。いつもより高くズボンを上げてんじゃない、代表では。なんか、もう長友さんと激論交わせたそうで。あらば。なんで浮気出してんすかつって。いや、なんでそこからなんだよ。一応俺はずっとこれでやってるけどみたいな。お腹冷えますよっていうことですかね。そうなんでしょうね。頼もしいね。いや、そんなことがあります。あとはね、さっき我々ちょっとそれ撮ってたってのもありますけど、瀬古選手がね、まさ。あ、そう。スイスのグラスホッパー。ね。はやぶはやぶさんの後は追うように行くんですね。ね、ウルブスに行けるチャンスがあるっていうのがこれ明確になりましたからね、もうね。間違いないね。で、またやっぱこうなってくると、僕は西尾選手もそんなにしないうちなんだなってのはなんとなく。わおわお、育てすぎちゃったね。ですね。間違いないと思う。ね、龍馬も育てすぎたから脱藩しちゃうわけだからね、親としては悲しい、嬉し悲しなのよね。でもやっぱ国のために働いてもらうためにはね、土佐は狭いぜよって話でございますからね。そうですね。なんで坂本龍馬の話になったのか。そうだったからね。まあでも最近のセレッソで言ったらね、その瀬古君金が入ってきますからね、でもね。そうなのよ。金が。
あと坂本くんの部分もありますからね。オーステンデに行った。あ、そうか。だから今後ね、またセレッソお金本部入ってくると思うので、そうか、楽しみなところもありますよ。国内最大級が動くってことですか？あるかもしれない、ね。始まっちゃいます？チクタクバンバンが。うん、ね、どういうこと？玉突きってね。玉突きか。チクタクバンバンっていう、あの時計がこうベーって言ったらパネルこうやって、あの、ずらしていくゲームがあったんですよ。へー。ちょっと伝わらなかったですね。ちょっとおじさんしか知らないやつね。はいはい。いやいやいや。あっちに移動したらこっちが抜けるみたいなことが言ってた。なるほどね。はいはい、あと、びっくりしたので言ったらさ、ママさん。軟骨 SC ですよ。ああ、そうなんですよね。稲本純一。純、稲本が。これはまたね、騒がしくなりますね。面白くなりますね。あと、まあね、稲本さん、まあ、経験っていう意味だったら、歴代もね、軟骨史上歴代最高クラスの選手だと思うし、はい、あともう一人ね、ちょっと前に出てましたけど、はい、あの、ベガルタ仙台から、ね、関口国光選手。二人が関東一部にね、降臨ということですから。ビビりますね。ねえ。やっぱりね。一年でやっぱ JFL へっていうね。でしょう。目指してるわけですから、なかなか厳しいって言いますけどね。これは大きな力になりますよ、これね。そうですね。あと、俊吾玉城もね、あの、この間のイベントで非常に動きを見せましたんで。そうなんで、声かけてるタイミングがなかったんですよね。楽しみですな。MVP のインタビューしてくれてありがとうございましたって言いたかったんですけどね。いやー、そうね。駒野選手とやっぱり喋りましたよね。うんうん。そうなんですよ。いやー、そういうのがね、ちょっと移籍っていうところと、まあちょっとね、代表のその合宿がっていうところと、それに加えてそのね、海外の話、あ、ちょっと聞いて、まあのおじき、忘れてた俺言うの。どうしたんですか？どうしたんですか？もうよ、まあ、見るわけ始めて4年越し、やっと当たったよ。や、まあやっと当たったよってか、ようやくですよ。はい、何が？俺4年前からずっと広島の台所事情シリーズでずっと言い続けた男、ついに加入が発表されまして。はい。順天堂大学のね、山崎太一選手がこの度、あの、広島への内定が発表されまして。ですから、言い始めた頃は大学1年生だったの？はい。だから、もう2000年。広島ユースだったのか。そう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 。ね、彼はいつか絶対に戻ってくるから。なるほど。本当にちゃんと戻ってきてくれる。あら。嬉しいね。いいじゃない？素敵じゃない？これで、まあそう、これで、広島とんでもないこと今起こってるんです。はあ。あの、ユース出身者だけでスタメン組めるっていう、うん。あ、これは素晴らしいじゃない？やばいよ。これはプロジェクト2023ですか2024ですか、これ最高、新スタにね、うん、なんだろう、なんていうんですか、純潔で臨むみたいなことなのかな、わかんないけど、そうなのよね、すげえな。あとね、あ、僕はそれか、あの、その山崎選手、もう一人、あの、とある選手入ると思ってたんですけど、はい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 、その選手じゃなくて先にもう一人ね、あの、ユースじゃないんだけど、はい、桐蔭横浜大から一人、あの、内定が決まったんですよ。あ、そうですか。中野修斗選手って言うんですけど、はい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 、あ、この修斗はあの蹴るじゃなくて、あの、就職の修の字書くんですが、で、あの、前の方じゃなくてディフェンダーなんですけど、結構シュートあるあるですよね、後ろの方やるっていうね、シュートって名前の選手ね。なるほどね。あの、いわゆる、僕ちょっと思ってたのが、いわゆるディフェンスの、ディフェンス版三笘薫と思ってた選手なんです。ディフェンス版三笘薫、はいはいはい。その中野修斗選手。へー、どこ行くんだろうなと思ってたんですけど、はあはあはあ、広島だっていうところで、で、さっきの山崎太一選手ってもディフェンダーなんですよ。はあはあ、だから、あの、とんでもない日本、続日本代表クラスの大学生が広島に一気に二人入るんですよ。はあ、で、荒木隼人いるでしょ、はあ、佐々木翔いるでしょ、なんだこれって。すごいね。うん。だからいい選手がいっぱい出てきましたね、先生、これね。いや、そしてだから広島2000、そのスタジアムに向けてね。やっぱ優勝取るためにってのが。そうなんでしょう、シースターの機運で。その時言ってましたもんね、佐藤久人さんはね。うん。売店でコーヒーを売りますって言ってたもんね。監督なんじゃないですかみたいなこと言ったら、いや、私は売店でこう。ね、そうですか。本当よ。楽しみだな。いや、楽しみですね。とか行きたいですね。ねえ、食べたいな、あの、お好みがね、うん。お好みって言うんだっけ、なんかの言い方によっては怒られるんで、これ、あの、あれが食べたい。ね。そうなんです。そうね。デリケートだからね。デリケートですからね。いや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 。広島焼きって言っちゃいけないんだっけ。ね、あれがお好み焼きなんだよね。そうなんですよ、ね。って言わなきゃいけないんだよね。そうそうそう。いやー、だからなんか各種やっぱね、いろんな形でこう動き出してんなーっていうところもあったりするので。いや、軟骨もお話聞こうじゃないですか。いや、ほんとそうですよ。いろんな方にね、ちょっとあの、いろいろ、佐々木選手とかにお話聞きたいですよね。
あ、龍太君。龍太選手とか。いや、出てきていただきたい。石井健吾選手とか。いや、出てきていただきたい。くつかみ淳平選手とか。いや、ほんと。3人で出ていただけないかなと思ってんですよね。いや、いいね。彼らも社員選手なんでね。あ、そうなんだ。ちょっとお願いしてるんで、ちょっと、結果待ちましょう。はい。ありがとうございます。ということで。はい。よろしくお願い。あとはね、またちょっと、ゲストのお願いもちょっと確証してるんで、またちょっと皆さんにお伝えできればと思ってます。はい。よろしくお願いします。お願いします。ということで、先生。はい。昨日は何食べたんですか？僕は何を食べたんだろうな、忘れちゃったの。うどんを食べたと思います。うどん、私もうどん食べましたね。うん、うどんは美味しいね。どん兵衛ですけどね。うん、美味しいですね。いいじゃないですか、どん兵衛。たまらないですね。うん。ということでございます。何の話やねん。やっぱ衣食住の話入れときたいなと思って、ね、ありがとうございました。ということで、ミラク休み時間ラジオ撮りてもね、なくやってまいりました。明日も会いましょうね。どうもありがとうございました。まあでした。ノーでした。それでは、また明日。